シェーンブルンプールは、ウィーン市13区にある、屋外プール。シェーンブルン宮殿の庭園内にある、宮殿敷地内のプールの1、数字の27。細長い水色。1.23、宮殿。6、庭園。7、マリア・テレジア・モン。8、グロリエッテ。9、オベリスク宮殿の庭園内で、グロリエッテの丘の斜面を、オベリスクから登る途中にあり。 庭園の入り口の一つであるマリア・テレジア門の近くに位置する。門の外の通りは市街地のホーオンベルジェイストラッサとグランバーグストラッサとなっている。かつてこの場所にあった貯水池についての資料上の最初の言及は1838年に当時8歳の大公フランツ・ヨーゼフが弟のマクシミリアンへ宛てた手紙に見られる。第一共和制時代には 軍の水泳学校として利用された。ナチス時代には国防軍に利用され、戦後1955年までプールが位置する13区を含む行政区域を分割統治したイギリスの占領軍が利用した。1975年に全面改修され、一般公開された。2000年から2001年、最新のテクノロジーにリニューアルされ、 水の現代的な処理装置が設置された。運営は私企業が受け持っている。50メートルレーンを8本備えたプールとなっており、レストラン、フィットネスジムが併設されている。ありがとうございます。